本日はまるでグロムのような見た目の小型オートマスクーターを紹介していきたいと思います。まず外装の状態からなんですが、転倒による傷とかはなくて、全体的に綺麗な車両です。ところどころカスタムもされているので、細かく見ていきます。まずこれ車外スクリーンですねが取り付けされてます。あと、グリップとレバー、それからリアキャリアが取り付けられています。リアキャリアついてるんで、まあ、ボックスの取り付けとかはご相談ください。気になる走行距離ですが、まだまだ走れる6000キロ台です。まあ、全体的に状態はいい車両となってます。エンジンは、キャブレターになるので、冬場は少し暖気が必要です。今福岡店に展示しておりますので、ぜひご来店ください。お待ちしております。